します。今日はね、割り切っていこうと思いますけどね。割り切ってみたいって言われてくださいね。僕ね、一回やってみたいことありまして。その話は置いといてさ。置いとかないで。まず一回吸収して。うん。じゃあどうぞ。シェアハウスやってみたいな。めっちゃいい。めちゃくちゃ食いついた。その話しましょう、話しようか。僕ね、シェアハウスやってみたいなと思っていて、やっぱいろいろ生活用品とか一緒に使うと便利じゃないですか。あー、なるほどね。あと今ティッシュとか。まさに大事ですね。あと傘とか。いいね。台拭き、靴下、歯ブラシ、ブラジャーとか。おい。おい。明らか後半変なマジックだな。変なの？なんだ歯ブラシって。あー、電動歯やったか。そういうことじゃねえ。違う。靴下とかね。あ、五本指じゃないとダメ。それも違う。そうじゃなくて、歯ブラシとか靴下とか、うん、なんか一緒に使ったら病気についそうや、やめてもらえる。うん。う一緒にしたらシェアするの大きくなってくるから大体何言ってらっしゃる乳首に病気なんかねそんなねえよそもそもねえよブラがつけねえって話あーノーブラ派か歯とかねえよえそういえばその歯じゃねえよ違う俺が言いたかったのは派閥の歯あーなるほどちなみに俺はワコール派聞いてねえよじゃなくてブラじゃつけないって男だしねいやいっぺんぐらいつけてみた方がいいでちゃんとシェアしてみようよこういうのってこうやってなんで片方だ寄せるな、あげるな、可愛くねえよ、やめろ気持ち悪いな。そうじゃなくて、うん、プラつけないって話、大体なんでこれプニー入ってるの？なんかプラ割れねえだろ、チューペット。何が面白いの？チューペットってプニーじゃねえ、パチでしょ、どこでもいいんだよ。音はどうでもよくて、チューペットに笑ってもらえる。チューペットどうでもいい。どこでもいいんだよ、うん。生活用品よ、そう。よします、うん。やっぱ家電とかもさ、シェアハウスだったらありますよ。テレビとかね。まさに醍醐味ですね。でもシェアハウスってルールいっぱいあると思うで。まあ、多少しょうがないですよ。画面の分割とか、大型画面の分割とかね。ねえ、いや、いっぱいいるから25分割くらいです。多いな多いな、25分割、うん。これ小さすぎて、マツコデラックスの存在も確認できねえよ。いや、それだけじゃない。一つの番組のこの辺だけ見えるとか。そういうの斬新だな右上の人、お前、時計しか見れてねえじゃん。一分一分何楽しめっていうの。いや、ほら、無駄に流れてってる今みたいな時間。暗いわ暗すぎるわ一刻一刻と死にたくなってくるわそうじゃなくて、ここだけじゃつまらないって話、他見してください。知らないよ。こことこっちの角もあげよう。そういうことじゃねえだろ。これさ、時計と中継じゃねえかよ。この辺全部見してくれよ。だいたいなんだこの2カ所もパズルゲームか。うまく角に飛び込んだ。大事な大事な。あたかしゃー。生きよし。違う。2カ所じゃつまんないって話をしてるんですよ。いやだから角と角取ったら真ん中もファンファンファンで全部見えるよ。当たり前にしろ。この中の作ったらここしか見れねえよ。全部見せてくれたらしいしてるよ。それ無理だと思う。分かんない人はね、テレビをしましょう。やします、うん。やっぱルールって言ったら、うん、他にも知らないっていうルールありますよ。おお、例えば。例えばね、掃除。ああ、なるほどね。お前のところご当地ルールどんなんやった？ご当地ルール。ご当地ルール、ローカルルール。いや、特にうちの地域ご当地ルールとか当時なかったです。じゃあ、ルンバ対戦できんよ。ルンバ対戦知らへんの？いや、なんでルンバ対戦って聞いたことねえの。ドイツのルンバが一番コンビを多く集めるからルンバ対戦やで、ね、めちゃめちゃつまんなそうなゲームだな。知らんの？若干興味あるけどよ。おーどこでもいいわ。ルンバなんか1個あればいいから、うん、お前のルンバ貸してくれよ。絶対嫌だよ。いや、貸してくれよ。いやいや、なんでだよ。俺のルンバお前に懐いたら嫌や。懐かねえよ。ルンバ言ってるかかばいがってんじゃねえか。ずっとそうなんか運転するな。ルンバやそう。そう、よしね。お前大事なの使うんですよ。うん、うん、やっぱり掃除は自分でやった方がいいと思う。間違いないね。マイダイソン持ってるかいじゃん。マイダイソン、うん、僕自分ではダイソンとか持ってない。ダイソン対戦できひんやん。なんだ対戦って。何それ。知らへんの。知らない。どいつもダイソンが最後まで吸引力落ちないかを聞くとダイソン対戦やん。全然知らない。それ一生勝負つかねえじゃねえか。ダイソンって吸引力落ちない勝負だからね。おー、ものだから1個あれ十分なんだよ。そしたら対戦できひんやん。対戦しなくていいの。お前のルンバぶち込むぞ。お前一種格闘技戦やな。楽しくねえ。まずサイクロンでダブルにしちゃうよ。もうやめてくれ。とにかく吸引力落ちないから、うん、もし落ちちゃったらクレーム殺到で大損害ですよ。大損害だけ。ありがとうございました。落ちるな。落ちない。まだ落ちない。まだ落ちないから落ちない。落ちない。落ちない。吸引力も落ちない。おもろいだろ。いや、どう考えてもね、プリじゃなくてパキやと思うね。でもそれどうでもいい。音どうでもいいって。もうそういうの、もうさっきからあんたさ、なんか僕変なルールばっかり強要しない。いや、シェアハウスだし、物もルールも俺は強要してこうと思う。マイクで言ってみて。あー、俺のルンバがへこんだ。まだ持ってたのか。もういいわ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、2組目、トミーさん。パントパフォーマンス、パントマイムのことですよね。はい、はい、小柄だけれども魅惑のボディ、体脂肪率 8.6%、 表情にもご注目ください。すごい、ね、パフォーマンスお願いします。トミーさん、どうぞ。
続いてのね、はい、3組目に行きますが 4D というグループです。6人グループなんですけれども、はい、歌のパフォーマンスをしてもらいます、はい、ディズニーメドレーなので、コメント見ますと、夢の国よりマイオリジン、6人のガーディアン、今宵この地を襲撃せし、ダークリユニオンよりみんなを守るため彼女たちは戦う、クラエプリンセスアラモード、これ可愛く言うねって書いてありますけどちょっとできないですか、と痛い子たちってことですか、そうですね、これはつまりは痛い子たちってことで、そうですね、でも、歌とかね本格的にやってもらうということなので、はい、はい、コスプレにもご注目ください。それでは 4D どうぞ。For a star makes no sense.
漫才、はい、ね、もう4回目のご登場ということで、毎回同じこと書いてありますね。の赤妻は歌うま芸人、ツッコミの飯塚は顔が黒いでも絵がうまいってことですね。はい、毎回もうそりゃそうだよ、4回目だからね、そうです、反応になりますけども、はい、最後漫才をね、はい、いきます。それではどうぞ。やってみたいしもいいけどな。そんなに顔黒いねんか。大丈夫大丈夫か。大丈夫だよ。顔黒いと職業つけなかったりするぞ。そんなことないだろ。何やりたいんだ。幼稚園の先生。そんなに顔黒いねんか。大丈夫だよ。まあ俺先生やるからさ、お前子供やってくれやから。あにゃあにゃ子供すぎるよ。もう少しお袋極端だよ。お前が子供すぎるというか。そりゃそうだけどさ、ちゃんと子供やってくれよ。ちょうどいいやつ欲しいな。0歳はおにゃ。1歳はおにゃ。2歳は何がなんかあったよ、そりゃ。ちゃんと先生やるからさ、お前子供でちゃんと答えてくれ。わかりました、僕も子供やるけど、うん、ちょっと幼稚園の先生やりたくなってしまう。あ、お前もか。そしたら不甲斐なかったら交代しよう。あ、まあそうはい、皆さん、お歌歌おうね。はい、メダカの歌下手か。こんなもんだろ。こんなもんだろ。不甲斐ないな、変われよ。いや、もうかよ。じゃあなんだ、お前上手く歌えるってのか。できますよ。やってみるわ。メダカの学校は川の中、メダやりづれよ。それはそれでだろう。あわれ、メダカの顔黒いな。だから
不甲斐ないな、買わねえよ。いや、まだ不甲斐なくなることもできてないんだけどな。伴奏のクオリティっていうのも大事ですから。伴奏、あ、まあ伴奏大事だからな。メダカのハイスクールインリバチャケラ、メダカのハイスクール、ハイスクール、メダカの高校、メダカの学校、メダカのハイスクールインリバ、インリバ、メダカの学校、川の中、いや、メダカのハイスクールインリバチャケラ、はいじゃない。今のボイスパーカッションに今度は鶏のモノマネを付け足してみましょうね。鶏？おお。ブンブン。ブはい。はいじゃん。なんでよ。え、なんでちょいちょい感じてんの。やれやれ。こっこ。ブンブン。お前全員死ぬとこだ。頼んでる。全然俺に先生をやらせてくんねえじゃねえかよ。見てごらん。チャララン。チャララン。人生楽はには苦もあるさ。急に誰なんだよ。園長先生です。いい加減でしょ。はい。